この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は来月5日6日に開催される高崎祭りについてご紹介します。スタジオにはゲストを迎えしています。高崎祭り実行委員会実施本部長の金井豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣、広報部門長の田島慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今年もいよいよ高崎祭りが近づいてきましたが、今年の見どころ教えてください。はい、今年の見どころはですね、第43回高崎祭りのスローガンは結ぶ笑顔あふれる高崎祭りとさせていただいております。まあ、その思いとというのはですね、高崎祭りというのは歴史がありますし、いろいろな方々が携わっております。そして多くの市民も参加されます。その一つの人の気持ちをですね、一つに結んで笑顔あふれる高崎祭りを作り上げていきたいと思っております。はい、どんな出し物があるんですか？高崎祭り、毎年のことなんですけども、大花火大会、そして出しの巡行、そして、みこしなどたくさんの催し物が用意されております。はい、出しと聞きましたが、今年の高崎出し祭りはどのような見どころがありますか？はい、高崎出し祭りの最大の特徴は38台という出しの所有台数にありまして、これは日本一なんでイコール世界一ということになります。はい、出しの参加は輪番制で、今年は中央地区と北地区から16台の出しが参加します。また8月5日の土曜日には16台の出しのすべてがもてなし場に集結しまして、太鼓の叩き合いを行います。これは必見です。迫力がありそうですね。そして大花火大会はいかがでしょうか？わずか50分で1万5000発もの花火を打ち上げる勢いは今年も変わりません。さらにですね、今年は昨年に引き続きまして、花火の無料観覧席を拡大するとともに有料観覧席も拡大しました。無料観覧席が5万8000席、有料観覧席は5000席です。はい、では最後に PR をお願いします。では田島さんからお願いします。はい、今年も、8月6日日曜日の夕方から夜、お祭りの終盤にかけては、現在高崎駅前に設置されてます、巨大だるまを神輿として担ぎ上げます。これはですね、高崎祭りを支えてきている、高崎市内の各種青年団体が協力して神輿を担ぎ上げますので、まさに今年のテーマである結ぶにふさわしい、光景だと思います。ぜひ高崎祭りを最後までお楽しみください。ありがとうございます。では金井さん、お願いします。はい、先ほども申した通りですね、高崎祭りは大花火大会、そして最後のフィナーレの、神輿の揉み合い、我々も青年団体もですね、だるまを担ぎ上げてこの高崎祭りを盛り上げますので、ぜひ多くの市民の方に参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今回は来月5日6日に開催される高崎祭りについて、実施本部長の金井豊さん、そして広報部門長の田島慎太郎さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。